そう私もそう歩行蛇行してびっくりしたんですよ。朝7時と11時半に音楽が流れるんですよ。7時すごいさ、でもなんだよここと思ってさ、あの農業の人のためで11時半もそうだよね。多分なんかそろそろ切り上げて、うん、もうすぐ切るですよっていう、うん、何の話してるんでしょうね、どうもそう、でも私それ知らなくて、そうこの間花里さん行ったら、うんうん、花里は水戸だけどほぼ茨城町じゃん、うんうんね、茨城町はやっぱ農業大国だから、ね、11時半になるんだよって言って、うん、そうそう地域によってね若干あと5時か5時うん、うん、ね4時半とか5時とかってなるけど、うん、7時いやでもそううちだから地元はねあれお昼はなんか鳴ってたかな、お昼は鳴ってたかもしれないけど、でも鳴ってたかどうかもあんまり覚えてないぐらいで、うん、だからなんかそので夕方もなんかこう流れるとかもあんまりなかったから、うん、おばあちゃん家の埼玉に行った時に公園で遊んでると5時になるとなんかさ夕焼け小焼けみたいなのが流れたりとかさ、流れる4時半だったかな、なんか流れた記憶、流れて何ここって思って、うん、子供心に思ってね、地域性あるけど、その11時半にびっくりしてあそうなんだと思って、うん、11時半なりますよ、なんかねあと5時じゃなくて5時半、鹿島が5時半なのかな、なんかね、うん、その場所通過するとあちこち行ったりするとさ、うんうんうん、あ今なんか聞こえるみたいなまあね、その場所であるよね、そう5時半だちょっとねうちとずれてたんだよね、皆さんの地域の鐘の話を聞かせてください朝7時ってさ早い本当にあの謎の音がティーティーリリーティーリリーティーティーっていう謎の音楽、聞いたことない音楽なの、でも、ね、YouTube に上がっててオリジナルっぽい音楽らしくてね、ちょっとここと何かのオリで朝7時にいることあったら確認しに行こう意外とまあ爆睡してると気づかないけど、うん、なんかこう何ちょっとこう目覚めかけてる時にティーって聞こえてくる、うん、7時だみたいな、7時だまあね、まあでもね朝はね学校もあるし ね、うん、まあ、農家の朝は ね、 早いからね、早いですしね、そうそうそう、そうなんだ、うん、気になる、ちょっと気になってきた、そういうなんか地域の別のねどんな音なのかとか、ちょっと録音してもらう、みどりちゃん録音しといてそう11時半も音楽だけど、11時半の音楽なんだったかな、11時半っていうのは、うん、今まで経験したことがなかったので、ね、えと思って、そうだよね、やっぱ その時間で、うん、まあ、もうそろそろお昼だから、うんうん、そう、切り上げ、切りがいいところでね、うん、切り上げましょうっていう連絡、うんうん、ああなるほど、まあ、そうだって作業してたら時計邪魔だしさ、うん、そうだよ ね、 ね、時計があるわけじゃないね、太陽の動きで見てるわけじゃないしね、そうそうそう、うん、なるほど、うん、いやどうも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 なんか売り上げの値札ですね。なんか買った時ね、はい、はい、じゃあ始めますか。はい、じゃあ今日も始めます。はい、地蔵編みラジオ室。今日ははい69回目なんですよ。そう、前回ちょっとねあのイレギュラーな、うん、あそうですね、テレビに出てというのもあれをやったんですけど、うん、あの日は68回目だったらしい、うん、はい、そうです、らしい、69ですよ、すごくない、次回70回、なんか垂れ幕でもつくすごいね、本当だね、なんかねすごいすごい、ね、今日さめちゃめちゃこの辺あったかいんですよ、うん、そう、外で配信してもいいぐらい、そう、ポカポカ、そう、あったかくて ねいいよね、まあ、立春迎えの、うんうん、春来たね、春来たけど、でもまたなんか今週寒くなるとか言ってるよね、うんうん、なんか週中ぐらい雪の可能性みたいな、明日もちょっと雪、あ、そうなんだ、まあ、南岸低気圧次第、箇所次第、あと金曜日に東京も、そうなんだ、言ってて、なる、金曜日仙台行く予定なんだけど、できるのかな、ね、別に東北で雪降るのは何だ、まあ、そうなら別にいいんだけど、想定内ですよね、うん、こんだけ暖かいのにまた寒いのが来るのは、うん、結構 ね、 そうね、から気持ちにも応えるじゃないですか、うん、そうね、やっぱ暖かいとねこう緩むもんね、緩む緩む、とてもいい
ゆるく行きたいですね。でもそうやってさ、こうキュッてなるのと緩むのを繰り返してきっと体もこう春に馴染んで、だからあの去年の夏みたいに急にさ、なんかカッて熱くなったり、そうだね、あれはもうダメだけど、やっぱりこうちょっとこう段階的にね、うん、それできっとなんか骨盤だのなんだのさあ、なるほど、どうなってるんじゃないのかななんて、三寒四温も人間にもやっぱり大事なのかな、ね、うん、でも春ですよね、春ですね、節分も、うん、知らないうちに過ぎてっちゃったんだけど、そうそうそう、私鬼どっか行っちゃった全然節分の日、ね、節分らしいことしないで、私も何食べてたっけな、節分の日、私も何食べたっけな、たこ焼き全然違うもの作っちゃった。なんかその日ね、スーパーに行かなかったんですよね、うんうん、行くとね、多分ね、あちょっとね持ってかれて、うん、ね、あちょっと美味しそうみたいな感じでさ、うんうんね、1本ぐらい買おうかなとか ねなるけど、行かなかったからさ、やりそびれちゃった、うん、節分、まあ、でもなんか気分だけちょっと節分だなとか、うんうん、ね、うん、でもさ、変な国だよね、鬼にさ豆を投げつけるので全国的にさみんながやってるってさ、なんかすごいなと思った。私その日があれ金曜日だったっけ、うん、なんかそれで金土が私キャバクラのヘアメイクの仕事があって、うんうん、でお店は別に私の言ってるところは豆まきはねしてなかったんだけど、うん、でも女の子たちが豆ないのとか言ってたりとか、うんうん、ちゃんと意識してるのかね、その子たちも。そうだからなんかあのミックスナッツ投げようぜとかなんかいろいろ言ってて、でそれでなんかあそういうみんなそういうもんなんだなと思って帰りにさ、うん、お店出てあのスナックの前を通ったら足元に豆がすごい散らばっててさ豆まきしたんだね。ああ、きな粉になるやつだ。なんかちょっとなんかいいなと思って。いいよね。なんか、まあ、ちょっとみんななんか節分だから豆って思って。スナックのお姉さんたちがこう豆をさ、あんた鬼役やりなさいよみたいな。ちょっといいなと思って。まあでもいいことだよね。そういうなんか根付いた風習。そうそう。恵方巻きはね、ここ何十年かのあれだけど。あのね、そう、うん、そうそう、だから節分、まあ立秋の前だから、うんうんうん、まあ、一応なんか大晦日的な考えで、この茨城県はね、うん、けんちんそば食べる風習が実はあったんですよ。最近ない。うちはかたくなにやってて、うんうんうん、その日家帰ったらけんちんそばがあって、うち多分やっぱり県西地区だからさ、栃木寄りなんだろうね、うん、あの下疲れです。おばあちゃんは必ず作ってたから、あ私あんまり食べた、なまずそうだから食べなかったから見た目がねでもね、似てた似てた、必ずやっぱりね、あるよね。そう、うんうん、まあ、なんか節分って意外とすごい、うん、そうだね、重要な日にちなんだなと、うん、ね、みんな春を待ちわびってとかね、うん、そうだよね、寒いね、やだもん、今より寒いからね、だってね、うんうん、暖房だってさ、そうだよね、そうそう、うん、よし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 、あなんか自己紹介とか、あ最近忘れてましたね、はい、あでもこの間ちゃんとテロップが出た、ちゃんとね、そう、あのねなめてるさんでご丁寧にちゃんと誰々、ね、てくれてね、ここああいう風に出るとね、うん、そう、朝の波動あるこ、うん、そうそうそう、本名じゃないのがまたポイントだよね、すべてにおいてね、もちろんその通りに自己紹介をしてる、じゃあ自己紹介するか、ね、しますか、はい、じゃあこのこちら地蔵網ラジオ室は古着着物や朝の波動アミカと、はい、出張神ゆい着付け顔顔キーキー着物沼の地蔵がお届けしております。肩書きが増えた、長いんだよね長いんだよ一応ね、あの店の名前はカオカオキーキーってね、やってるんですよ。皆さん、そうそう、えみたいな、初耳ぐらいの、ね、感じだよね。カオカオキーキー結構活動長いですよね。だってあのブログとかも、あそうですね、カオカオキーキー、ブログ、あそう、あの形にしたのが2010何年だっけな、8年とかぐらいかな、うん、ブログ作って、
まあ、その前からは言ってるので、あのさ、個人事業主になるときにさ、事業届出すじゃん。でもそのときは実は顔で出してるんですよ。私あの香りだから、うん、顔ってなんかタイ語とかだと99なんだよね、数字を表してて、そうでなんか響き面白いから顔でいいやと思ってたんだけど、うんうん、キーキーってつけた方が面白いなと思ってあのね、コケカキーキーっていう妖怪みたいなのが、うんうんうん、あの水木しげるの短編でね、コケカキーキーっていうのがあって、なんかいい妖怪なんですよ、コケカキーキーが、うん、でそのコケカキーキーが可愛くてコケカキーキーいいなと思って、ちょっとね、あのあやかキーキーを入れました、ね、長い長くない、あの語呂がいいよね、顔顔キーキー、うん、そうそう、あと被らないからいいかなって、うんうんうん、検索で出るなっていう、うん、検索対策でもそういうの大事だよ、そう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 、あと読みやすいとかさ、うん、そうそうね、すごく大事、あと書きやすい、書きやすい、読みやすいって大事、うん、同じようなね、よくある店名ってあるんじゃないですか、うんうんうん、そうね、いろいろ被っちゃうとそれもあれだし、そう私も調べたな、そうだって、うん、ね、懐かしいよ、なんだかんだ続けているね、そうなんだかんだね、続け、まあ何でも続けるってね、大事ですよね、うん、本当に、うん、続けられる限り頑張ろうと思って、本当ですよ、なんとかね、やっておりますなのでよろしくお願いします、よろしくお願いしますねえ、何の話したっけね、何の話、始まる前からなんか雑談ね、ずっとね、この感じでずっと喋っ て, ってたんですよね、うん、プレラジオ室みたいな、そう話してたのは、うん、そのあれですよ、ヤクザの話です、地蔵ちゃんは頭の中が、うん、あ、そう、私今ね、チェコ秘密警察で頭がいっぱいだから、浦沢直樹のモンスターをずっとね、アニメ版を見てなくて、漫画はね、はるか昔に読んだんですけど、うんうん、内容さ、もう全く覚えてなくて、でもすごいその時も面白くて、うんうん、ガーって読んだ覚えもあったんだけど、うんうん、全然覚えてないままアニメ見始めたら本当に今ハマっちゃって、うん、ずっとね、見てるんですけど、それはいいこっちゃ、そうだから頭の中が今東ドイツ西ドイツとチェコ秘密警察とか、うんうん、なんかもうすごいその辺でねいっぱいいっぱいだからわかる、そういうなんですよね、なんかそういうなんかちょっとこう引っかかりそうなワードとかね、うん、こう街中で見つけるとね、うん、なったりする、うん、なりますよねきっとね私はそれがヤクザなんですよ。ヤクザ、あ、ちいさんこんにちは。そうね。まあ V シネでね。うん。まあいろいろやとかもでもきっと面白いよね。昔のやつとかを見、うん、ちょっとね見てると見せられてんだけど、うん、面白くて。うん、ね。そうだけど、うん、そんな私が今見てるやつのまあ主たるあの、うん、何？展開される場所はやっぱ関西が中心だから、うん、まあ、でもヤクザは、ね、例えばまあ関西弁とか、ね、関西弁とか怖い感じするもんね、あの広島もね、なんかね、あとそう広島、うん、でも広島そういえば出てきてないな、うん、そういえばそれにはね、うん、仁義なき戦いとか、うん、そうそれが広島だよね、北九州、北九州もなんかそんな感じする、うん、で出て、あとまあ東京、うん、神奈川、そうね、と出てくるんだけど、うん、でその後ね、うん、北海道まで行くだけど、ね、ちょっと待てよみたいな、北関東と東北をすっ飛ばしましたねみたいな、いないわけじゃないのにね、いやめちゃめちゃいるしよね、茨城だってね、うん、いますよ、このすぐ近くにも事務所あるし、うん、奥田さんいますよね、去年あのちょっと6月ぐらいの殺人事件怖いよ水戸も殺人事件ありましたね、1年前ぐらいかな、うんうん、あそこの事務所はもう、うん、水戸市のもの所有物となって、うんうん、結構だってあちこちでさやっぱり事務所とかってある、うちの地元にもなんかそれらしきのとかね、うん、あったし、モディアはなんか締め出し全部したんでしたっけね、あ、そうなんだ、うん、確かでまあね、こういるよね、うん、うん、いるよね、まあ、それでなんでそれ出てこないのかって言ったら絶対言葉のせいだなって話になり、うん、うん、まあでもね、なまってるとね面白くなっちゃうもんね、なんかね、コントになっちゃうね、どんなにこうね威嚇されたところで
ね、ね、尻上がりの感じで脱皮とか言われても、うん、ね、凄まれてもね、まあ、怖いは怖いんだけどさ、怖いけど ねって思って、うん、でもね、ちょっと道のく東北が舞台のシリーズ、うん、シリーズというかな、また個別編みたいなのもあるんだよ。道本当道のく戦争っていう、その名も道のく戦争で、まあ舞台は秋田山形が主、うんうん、あと青森に出てくるんだけど、うんうん、福島県は一瞬福島県山中っていうね、一人なんか被害者がそこに置き去りにされるっていうね、なんか山中山に捨てられて捨てられちゃったけど、いやなんかね、全然なまってないんですよ。あんまりじゃ、そうこちらのさ、あの、うん、からしてみたらさ、うん、そうだね、私は東北もとても馴染み深く住んでたのでね、うん、いくらでも訛りがないのはちょっとね、ちょっとなんでそんな綺麗な言葉なの、秋田でこんなにみたいな、秋田なんてみんな多分きっとこんな秋田の地元の人集まったら、うん、きっとこっちじゃわからないよっていう言葉がね、ヘバとか言うんじゃないかと思うんですよ、ヘバってなりますよ、そうですよね、綺麗で、うん、ちょっとねつまんない、点々が出てこない、うん、ヘバでしょやっぱりねテロップがね必要になりますもんね、そう多分ね、そう字幕必要になっちゃうから、うん、ダメなんだ、日本語だけどやっぱ字幕が ね、うん、ね、そっか、じゃあでも関西弁って通じるんだからすごいなと思ったり、そうですよね、確かに確かに、うん、ね、翻訳しなきゃ、はなりさんイベント素敵でした、ね、あーちーさんありがとうございました、はなりさんのね、もうあの楽しんでいただいて私はとても嬉しいですよ、ね、今お花が綺麗でいいですよね、うん、うん、本当にそう、はなりさんとこはね何がいいって、あそこ冷蔵庫にお花入れてないとこがいいです、あ、まあ、だからあの室内がね、あのそうですね、どうしても寒くしとかないと花咲いちゃうかなっていう、だから餅がいいんだよね、うんうん、あの結構、あそうですよね、そっかそっか、うん、そうだよね、冷蔵庫にさ入れてるとね気温差が、あの子さんのおろし紙おろしてるだけでこっち側をこっち側を、あ私がやったわけじゃないんですけど、あのアドバイスを、そうあの自分がやったままだね、こういう時はあのここの部分で毛を一回ゴムで結んだらくるりんぱをしていただくと首にこうペタッと沿うので、そしてクリップをシャキッとそのゴムの上のところに刺して、まあ、ゴムでね、そうそう、あの固定されるのでよろしいかと思います。髪がねやっと伸びてきた、もうちょっと伸ばしたい、私本当ここまであったから、うん、ありましたね、長かったよね、うん、まだ足んねえな、うん、今日ちょっとめんどくさかった、ありがとうございます。でもいいと思いますよ、うん、髪型でねやっぱり印象変わりますからね、うん、本当に本当めんどくさかったんですでもいい状態ですよね毛がね、ね、手先は今それはナチュラル、まあ、ナチュラルなんだけどこれね、うん、あのボブの時に最後にちょっと軽い内巻きをかけてるのね、うんうん、そっかそっか、それが残ってるんだね、それが残ってて、うんうん、とっても、うん、収まり、とっても収まり、うんうんうん、でベースがボブだから多分まとまりやすいしね、そうそう、そのままずっと伸ばしてて、うんうん、もうだからパーマかけたなんて1年前ぐらいだけど、うんうん、なんかそういうの残ってて、うん、こうやった美容師さんも忘れてて、なんかさ髪まとまりいいんだけどなんでって言われたから、あなたがやったんだよって言ってあそうだっけみたいな、あでも忘れますよね、うん、何やったかとか、っていうか残ってると思わないから、うん、そうそうそう、うんうんうん、みたい、そうです、でもともとはね、あの何でしょう、ナチュラルに下ろせる毛質じゃないですか、あの、ね、癖がひどいとか、うん、毛量があの壊滅的に多いとかじゃないかな私みたいな私は壊滅的に多いので私ナチュラルに下ろせる毛質だから、ね、毛がねあんまりないんですよ私、うん、毛はあるの、あの、うん、あるもうなくはない、あの細くて、ね、あのなんでしょうね、そうあんま癖はないので、そう出づらい、柔らかい、そうなので、うん、何もしないで、うん、何ならドライヤーもしないって言ったら怒られたけど、うんうん、だってみたいな、めんどくさいよね、めんどくさい、分かるめんどくさくて、めんどくさくてね、え私の場合後ろを同じようにして垂れた部分を三つ編みしてみようかな、ああいいと思います、うんうん、いいと思います、私もうちょっと長くなったら、ね、ここで遊びたいんだけど、うんうん、
まあ、頑張って伸ばそう、ね、切りたいんだよね実はでもそうですよね、切るのは一瞬じゃない、切るのは一瞬ですよパッと、そうそう、だけど伸ばすのは時間かかるから、うん、そうですね、エクステとかもあるけど、あ、そうね、まあね、その魔法は使わなくてもいいかなって、めんどくさいし、うんうん、地毛でね、うん、まだなんとかいけるわ、うんうんうん、そうですね、花もそう、まあ、花粉飛んでるんだ、あ、そう、花粉ね飛んでるって言ってたね、そうだね、うん、私も別に花粉症とかじゃないんだけど、うんうん、やっぱこの時期なんかなと思うと、うんうん、これは花粉だね、花粉、花粉、皆さん花粉症ですか、ね、私は花粉はないんですけど、うん、鼻炎持ちなんでしょっちゅうね鼻がね垂れて、あ、そうだね、鼻鼻そう、鼻そう、ずっと鼻かんでる、ギンガムチェックの、あ、入り、チェックの入りまね、ぜひぜひ、あの、どこでもチェックは売ってますからチェックはね便利なんだよね、そう、うんうん、チェックは好きですねチェックとかね、ドットとかね、そう、チェックとドットはもう何合わせてもいいので、うん、便利だと思います、便利ですよね本当に便利、私は好き、私使わないな、あー、そっかそっか、好みですね、好みだね、うん、あ、でも編み交尾にはチェックも水玉も、うんうんうん、シマも使うから、うんうん、そういうことかな、うんうんうん、うん、そうですね、あんまり、うん、私ここね、そう、古い布が好きなんですよ、うんうん、だからだな、きっと使わない、うん、そうですね、うんうん、私は襟元はそうだな、チェック、そう、自分で楽なのはなんかそう、チェックとか、でもチェックは合わせやすいよね、合わせやすいくてね、うん、帯揚げとかもだから共布でそのまま長いの作っといて、うんうんうん、お揃いにしたりとか、うん、よくやりますね、うん、合わせやすそう、うん、そっか、そこでなんかポップな感じがするんだね、そうだと思う、そうだと思います、そっか、うん、そこだ、うん、あー、なんか言われてみるとそうだね、うん、そうだね、そっか、私はここが、うんうん、フルメカシを好きなので今日だから私ここの、ね、これクジャクなんだけど、うんうん、多分これも一緒だね、うんうん、あ、同じ一緒だ、本当だ、これ気に入っててさ、うんうん、もうでもこの生地ちょっとしかなくて、うん、もうこれでもないんだけどさ、うん、かわいい、気に入ってて、これは布うさぎさんにわがまま言って自分用作ってもらったんですよ、うんうん、そうだね、そういうところに出るね、確かそうだね、そういうところは、うん、そうだね、うん、面白いね、うん、私もそう、古い布のもあるんだけど、柄物ってさ、なんかモチーフがいい感じに出なかったりとかさ、うん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 、するよね、あるから、うん、まんべんなく出るじゃん、確かにあとそう、なんだろう、主張が、でもまあ、あみこさんのさ、襟ってそんなにいつも主張がある感じじゃないと思うんだけど、うん、そこまでね、あんまり襟に主張しないかな、うんうんうん、そう、私多分癖のあるものをさ、つい買っちゃったりさ、うんうん、古い布だとさ、そうするとさ、鶴がいっぱい、あのジャンクの鶴がいっぱいいたりとかさ、私はみんなに押しまくって自分は使ってない邪悪な、邪悪な鶴いるよ、そこに、そう、邪悪な鶴すごい可愛いんだよ、そう、布がね、可愛くてね、そう、でもその邪悪な鶴の主張が強いから、なんかね、あの、毎回袖を使えなくなるから、ズボラ、ズボラだとさうちちょっと邪悪なんですよ、その目つきこれ可愛いよね、可愛いよね、これね、いっぱいあって結構人気で、いろんな人使ってくれて、うん、そう、あの、つけっぱなしにしちゃうからさ、わかります、そう、そう、つけっぱなしにして何にでも使おうと思うから、う、私もあんまり、そう、あの、馴染みがよくて、でしょでしょでしょ、とか、あともう冬場、うん、この間まではもうやたらと雪の柄を使ってたし、うん、そう、そうなんだよね、夏は夏で、そうそう、すごいこればっか使うっていうのがあるし、まあ、3つぐらいなんとなくパターン化して、そうそう、あと私の場合ここにちょっとレース乗っけたりとか、うんうんうん、なんか他の布を合わせたりとか、そうだね、ちょっとね、確かに、確かに、そうやって、そうやって強弱をアレンジしてるけど、いつもお前一緒だなって思う人だったら言ってください、うん、さ、使いやすいやつがね、ついつい残るの、そうそうそう、ね、ね、うん、あとまあ、地の色とかもね、使いやすいとか
っていろいろ好みがあると思うので、そうだね、そうだとやっぱ顔なじみとかやっぱり顔に近いから出てきたりとか、うんうん、あーかわいいね。これは多分細かいから使いやすいと思うんですよね、うん、あとはまあ顔周りに赤を持ってくるの好み、うんうん、あとなんかお正月とかって赤使いたくない。お正月とかはね、このどてとか、ね、これバイト半々にしたら超可愛いね。本当だ、可愛いね今いろいろ新しいなんかアイデアが出てきたぞ。素直な髪、羨ましい、くせ毛、あまり面白く。あ、そうなんだ。ね、それはそれででもさ、短いところを動かしたりとかね。そうか、くせ毛、あまり面白くなのか。ね、そう、鶴の、鶴の目がね、邪悪だよね。し、なんかもう、こう何、魂抜かれたみたいな仲間を連れてたりするんですよね。あの、あれだと思うんだよな。びっくりドッキリメカのさ、こういっぱい出てくる感じもちょっとあるよね、顔が。確かに。タツノコプロ系の感じもする。たまにあるの何なんだろうね、このタツノコプロ感のあるさ、うん、私多分好きなんだよね。私が持ってる竜の帯も完全にタツノコプロだと思ってるし、だからあれさ、作者がさ、なんかそのタツノコプロ系の絵を描く人がいたってことだよね。そうだよね。その昔に嫌がったってことだよね。その昔に図案家がさ、タツノコプロ系がさ面白いよね、そう考えると。そう、昔のものなのにっていう柄はいっぱいある、ね、面白いね。と今もう、あ、梅の時期だから、いいね、これも合うな。あ、それなんか色も使いやすそうですね。こんな梅ないよ、黄色なんてみたいな、なんか、うん、でも可愛い。可愛いよね。可愛いね。そう、可愛いんですか、ね。うん、可愛い。なんか突然の反映に。反映についてね、こう思うより、あ、可愛い。ね、あ、これ可愛い。似合うね。ネオンあるから。しかも髪の毛とすごい合う。そう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 。今そう、ちょっとそう、黄色がさ使いやすい。え、じゃあこれも合うんじゃない。そうそうそう、それも合うぴったり。まあ入りね、分量がそんなに多くない分でいろいろ遊べるからね。そうで、なんだろうね、やっぱり印象がね変わるからね、うん、変わるね。着物始めた頃は本当半襟とかにめちゃめちゃ凝ったなね。梅素敵、ライトみたい、ありがとう。かわいいよね、これね。半襟が一番なんかさ、手軽にね、変えられるパーツだもんね、うん。着物は最初はあんまり持ってなくても、うんうん、そうね、まず半襟をね、ね、半襟で変えて、変えられるから。で、だんだんズボラになってくるから、つけっぱなしに。つけっぱなし。シーズンごとに、本当に。うん、ですよ。ねえ、そうですよ。私も今日またうっかり雪を使いそうだったけど、あ、うん、ちょっと今日あったかいなと思ってやめました。そうね、とまたあれは夏にね、ちょっと使おうかなと思っているけど、うんうん、涼しさの演出。そう、私幾何学柄選びがちなのは季節も問わないっていうのもあって、あ、なるほどなるほど。そう、あの楽なんですよ、ね。まあ、確かにね、うん、そう、季節感が問わなくて、で、きっとなんかね、あんまりこう和でまとめすぎちゃうのも好きじゃないのかなんかしないけど、うん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 、ちょっとね、うん、その洋服感を出したいのかしらね、うんうん、って思ってます。そうじゃない、うん、そうそう、こういう椿も可愛いですね。あ、可愛いね、胸がね、あ、いいね、まあ、布バカだから。そうだよね、わかるわあとですね、最近あ、これいいんじゃないと思ったのがこの絞り。あ、そう、そう、なんかさ、絞りのさ、半襟かわいいと思うんだよね。これすごく、ね、これ私いいんじゃない。あ、それいいね、いいね、ちょっとそれいいね。1枚売りましたけど、自分用に取ってあります。これいいよね。そう、絞り、お客さんでさ、絞りの半襟つけててさ、着付けお母さんの着物だったんだけど、うんうん、なんか絞りのね、ちょっとえんじが入ってる薄ピンクみたいな、ね、色でね、すごい良かったんですよね。おしゃれな、いいね、多分お母さんだったんでしょう ね、 その人の、まあ、それなりのさ、年齢の方、あの息子の成人式のお支度だったので、うんうん、まあね、でもなんかね、上品ですごい良かったんですよね、その絞りの半襟が。黒もいいな。黒もかっこよくなるね、やっぱ黒はね。絞り、ね、
いります？そうそう、重ねてね、わかるわかる、わかる、そうね、撮るとして、で、あの冬場とかさ、そのふくら感がいい感じになる。そうそうそう、あのそうです、重ねますね、ズボラ、ね、薄い色の上にどんどん濃い色が重なっていって、ね、ってまあ透けないからいいだろうみたいな、ちょっと透けてもそれは可愛いかなとか、うんうん、これあの夏に多用してるやつ出てきた。それね、半々にしてて、うんうん、やるやる、半々で、私の大好きななんかこうサイコロとかトランプとか、将棋、あの短いさ歯切れでもね、あの繋いじゃえばどうにかなりますからね。私こうバイカラー好きなので、うん、そうそう、節中心でやたら使ってること、うん、夏はやたらこれですよ、うん、ね、かわいいです、こういういいですね、こういう感じ、半入り全然わかんない半半で ねやるんですよ、うん、いや、あ、ゆきいちごさんこんにちは、今半襟の話を、でもこれ帯結び丸、これ似合いそう、うん、似合いそうわあ、レースね、いいよね、いいですね、じゃあ撮っとこうか、帯結び丸、うん、とこれね、私は好きなんだけど、うんうん、合わせにくいから使わない、そう、なんかさ、やっぱり可愛いんだ、うん、可愛い、なんかあの色装に着付ける時とかに、そうだよね、色柄とかってあるよね、うん、これめっちゃ可愛いんですよ、本当だ、可愛い、独特しい、あともう春になってきた、なんか花柄のやつやたら使うやつがあれの出番だって今思った、そうね、そうね、私何買おうかな、小花とかも可愛い、まあ、細かがら細かい方がそう、多分使いやすいかなって、使いやすいかね、うん、大きいってやっぱ大胆な感じになるもんね、うん、これもよく使うやつ、バイカラーのヤバネと、うん、かわいい、緑、うん、でね、この紫にこの緑すごい合うんですよ、うんうん、かわいい、この色、ほら、うんうん、よくない、ね、よくない自分の自慢みたいなマネリちゃん、そうだ、私そう、あの今思い出す、なんかあのこの間さ、あのなめてれの時にさ、あの待ってる間ね、うん、あの着物着始めたきっかけとかさ、ほら、うんうんうん、お店始めたきっかけとか、きっかけとかをよく聞かれるじゃんみたいな話をしてて、でなんて答えようかなってアミコさんがなんか言っててさ、で塗り絵が好きだったからって言おうかなって別にその話になんなかったんだけど、うん、そうっていうので、その時に、はあそうかって私ぼんやり聞いて思ってたのね。で私はちっちゃい頃、まあ、塗り絵も好きだったんだけど、折り紙好きだったわって、あ、折り紙も好き、そう思って、それをこの間ね、あのちょっと知り合いの人に着付けをさ、人に着せるのをちょっと復習したいから教えてほしいって言われて、うんうん、でちょっとなんか見てたんだけど、私折り紙好きだったから結構帯とか楽しいんだなって、なんかしみじみなんかぼんやりこう見ながらなんかね、でもそう、折り紙の要領だよね、結構いろんなことが、そうそうそう、だからここのさ、角角をピシッと合わせてキュッてやったりとかって、うん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 、折り紙をさ、こうさ、すごい真剣に折り紙を折ったりとかってするじゃないですか、うん、絶対太鼓合わせてこう厳密にとかさ、だってあの鶴の羽だってさ、やっぱこう綺麗にピシッとしたいじゃん、うんうん、そうそう、ちょっとずれるとずれるとこうグニャッとなって、そうそうそう、あれ一つずれるといろんなとこずれていくから、角角はしっかり合わせる、ね、そうそうそう、でもあれ外人できないって言ってたね、あ、そうなんだあの三角に普通に折るとか、ね、あ、三角に折るとか、あれももうできない、あの時点でレベル低くないだってあ、そうなんだ、だ日本人すげーみたいな、あ、だからなんかあれを本当私狂ったようにずっと折り紙してる子だったんですよ。で折り紙の本が古いなんかこう厚めの本と、あとね薄くてなんか3冊組難易度別みたいになってるの、うん、なんかそれを本当ドリルみたいな感じで1から最後まで一つの折り紙でずっと折ったりとか、なんかそういうことしてるで時間潰してる一人っ子時代だったわけよ。6歳まで一人遊びそうそうそう、私あの折り紙折り筋がついて開いてさ、うんうん、模様になるじゃ大好きじゃない、綺麗だよね、本当に好きなの、
もう綺麗だなと思って、でどんどん重ねてやるっていうのもよくやるし、じゃあ折り紙と洗濯機の泡を見て、うん、あ、そうだよね、時間が差すぎてくよね、そうだよね、好きですね、私も。そうそう、父親がすごいなんか器用っていうか、ね、うんうん、几帳面なのかな、うんうん、その本当にピシッと折る人なの。すごい、でも尊敬だよね、ピシッと折れる、ね、すごいのだからそれを見てて、でなんか本当細かいところとか父親に頼んで、うんうん、あとおじいちゃんもそういうの得意だったし、うん、おじいちゃんも、うん、なんかね、おじいちゃん編み物とかもできたし、おじいちゃん、おじいちゃん多才だね、おじいちゃんにいろんなもの、私は編み物できないんだけど、うんうんうん、でも紙張りとか教えてもらって、うんうん、あの漁師さんだったから、あの編み編んでるんですよ、ね、それでうまいのね、とかあとやっぱ戦争行った経験とかでいろいろなこといろんな技を知ってて、あとアロエが効くっていうアロエは植わってたよね、そうだよね、庭に、ね、あの何かあったら全てアロエで、ね、アロエで片付けられるんだけど、でもまあね、ジャングルでね、うんうん、インドの山中にいた人だから間違いないんだと思って、そうだよね、でアロエ信者だし、うん、そうそう、器用だった ね、 ね、そういう、私は本当にそのおじいちゃんに教えてもらったことがいろいろ今に生きてるからね、うんうんうん、その幼少期に好きだったものってやっぱこう今にこうめちゃめちゃつながるよね、つながってますよね、そうそう、そんなことをね、ふとこの間思ったんだよね、確かに帯というか、なんか振袖の帯結びとかさ、うんうんうん、もう完全に折り紙の世界じゃん、ひだ作っていくとかもさ、こう蛇腹にやっていくとか、そうそうなんですよ、やっぱあの要領だよね、しさ、その普通のお太鼓、その時は20太鼓やってたんだけど、うん、お太鼓もさ、そのさ、セオリー通りだとさ、ここの下線をさ、こことさ、帯の下線とお太鼓の下線をピシッと合わせて、で垂れがこう出てとかさ、うんうん、あの形をさ整えたりとかもさ、結構なんかそう、折り紙要素に近いなとか、そこのなんか几帳面度合いってやっぱ個人差があるじゃん、うんうんうん、あるだから、声あるそうそう、だからあ、こういうところで性格っていうか、私その性格を形作ったのは折り紙だっていうことに気づいたんだよねっていう話そうそうそう、折り紙楽しいね、折り紙楽しいよね、折り紙、切り紙も好きだったし、うんうんうん、何でも好きだった、紙をいじるのかなあの紙で、ペーパーの方ね、そうそう、うんうん、そうだよね、うん、自分でメモ帳とか作ったでしょ、私、あ、メモ帳とか私あれがすごい好きだった、クレヨンでいろんな色をこう塗っていて、上に黒をさ、うん、やって引っかいて絵描く、そうそうそう、私もあれ大好き、あれ大好きでさ、あとあれも好きだよ、クレヨンで絵描いた上に、うんうんうん、あの水彩でこう絵の具で弾くやつ綺麗だなと思って、好きな色のができるとすごい、でちょっとクレヨンとその水彩絵の具ちょっとにじむじゃん、そうそうそう、あそこの感じいいよね、何このマニアックな話マニアックかな、これってみんながさ、うんうん、わかるじゃないのかな、どうなんだろう、わかる、なんないのかね、わかんない、私はとてもわかりますけど、でも私この話とかあんまり人にしないし、あのあんまりなんか前に言った時になんかすごいなんか、うん、なんか惹かれたというか、え、そうなの、なんかあの相手にされなかったことがあるので、いや私もなんかあんまり人にこんな熱を込めて話をしたことなかったけど、こういうの楽しいよねって言ったら、うん、別にみたいな反応があったことがあったので、違う星の人だ、そうだからあんまりそれはなんかこれ分かってくるだから私あの洗濯機の泡の話をする時もドキドキしながらちょっと白状したんですよ何この何言ってんのこの人って言われたらどうしようと思って絶対見るでしょう、うん、そうあんなにこうだってボコボコボコってさ、ボコってなってこうあとこうぐるぐる回ってさ、ぐるぐる回る、ね、まあ一定数いるらしいことは分かったんだけど、うん、でも全体からしたらやっぱりちょっと少数だったらしいからそうなのか、あのそう引っかいてさ絵描くのとかあれの技法を覚えた時にはそこはこんなやり方だと思ってさ、うん、でもまあね、あのある技法だし、あのそうそうそう、ね、図工の教科書とかにも載ってるし、うんうんうん、でもあれは本当いいよね、あれすごいなんかね、大好きだよ、幼稚園の時にすごいなんかだからもうその時期はもうそれにハマって作ってるばかりさ黒がやたらなくなるのね、そうクレヨンの黒だけどんどん小さくなっていくでしょ、すぐなくなっちゃう、ね、手も真っ黒になるしね、そうそうそう、
やってたよね。あれ楽しいよ。綺麗だしね。綺麗だしね、うん。砂絵とかも好きなんだけど、うんうんうん、あんまり買ってもらえなくて、うん、散らかすから。うん、砂絵はね、あの散らかるのが嫌でやらない、うんうん、やりたくない。そうじゃあなんかそういうのやれる会場みたいなところでは喜んでやるけど、自分の家でやるのは嫌だみたいな。あ、水にあマーブリング、マーブリングね、マーブリングもいいよね。あれさ、うん、なんか小学校3年生か4年生ぐらいの図工の時間にやったんだよね、うんうん、あとなんかその学研と科学の付録でついてたの。あ、そっかそっかそっか。あれさ、うんうん、あれに出会った時の衝撃ったらそうそうすごいよね。はぁって、そう、私もはぁってなって何回もで、あのいろんな模様ができるでしょ、うんうん、あれさ、ね、あれ楽しいよね。マーブリング最高だよね。私も何か、なんだろう、キャンプとかになんかさ、その地域でそう子供たちでだけでキャンプみたいな話、うん、毎年行ってたから、そことかでワークショップ的な感じでやってもらったのが最初だったような気がするんだけど、とてもキャーですよ。もうそこから、ね、もう家帰ってきてからマーブリングやりたい、マーブリングやりたいみたいなさ、もう熱に浮かされた感じでさ、なんか洗面器とかでやるじゃん。そうそうそう、家で。ね、マーブリングいいよね。やりたい ね、マーブリング、うん、いいよね。あの入りとかもマーブリングでなんか染めたりとかありますよね、うんうん、わかる、超楽しいよね。あの水の上にあの模様ができる時点で楽しい、うん、ね、楽しいよね。これがこうすくい上げられる感じとかさ、え、なんでここにつくのみたいな。いいよね。いいわ、うん、いいわ、いいわ。あのでもだからこう染色につながるんだよね、そういうのってさ、うんうん、ね、あのさっきのさ折り紙をさ畳んで開いた時の柄とかもさ染めるのも同じじゃないですか、こう畳んで、うん、そうだね、こうね、あの線のとこだけこうつけるとこうなるのが、うん、あ、染め物してるとこなかったでしたっけ。あ、学研と科学懐かしい、今でもあるのかな。今でもあるのかな。ね、どうなんでしょうね、学研のおばちゃん。ね。染め物でもなんかありそうですよね。ね。てるところ。そういや、そっか、そういうので、まあ、興味のあることをね、そんなことよりもお外で遊びたいとか、ね。ああ、ね、そうだよね。いろいろあるもんね。うん、そっか。うん、私あと草。おままごとで、うんうんうん、まあ、その辺にある草をこう潰して、うん、色水あの強い草とかでしょ、綺麗な色できるじゃない。そう、洋酒山ごぼうとかの、うんうん、あのぶどうみたいな、ね、紫色になる。そうそうそう、あとなん赤いのは何でやるんだっけ、なんかいろいろありますよね。大好きだから服を汚して怒られるっていう。あ、確かにそうだ、ね。え、でもやるよね、色水作るよね、色水。そう、外にさ、うん、こう結構大きめの流しが、うんうん、まあ、そこは何かっていうと、うんうんうん、取ってきた魚をそこで洗うからなんだけど、この辺のお家には多分、うん、外の水道で、ね、しっかりした流し台があって、うんうんうん、それそこが私の、そこと洗濯機。でもそう、水場が、ね、あって、 で、うん、その脇におじいちゃんがずっとこう、あのなんか一斗缶のカンカンでずっと物もしてんのね。あー、でもいいね。昔はそういうもしてたからね。そう、火もしてんのも見てられるもんね。そう、火も見れたり、で、あの秋にはちょっとね、焼き芋焼いたりとかして、うんうん、いいね。いい遊び場で過ごしたんだ。そうだね。そうだよ、そうだよ。あ、ぶどう色の実があって潰した。そうそうそう、あれはめっちゃ潰した。そう、洋紙山ぶどうかと思いきや山ごぼうなんだよね。山ごぼう。そうそうそう、あれ、あいつでしょ。あいつ。あれは一番わかりやすく色が出るからね。そうそうそう。つゆ草がまあ手に入りやすかったから。うんうん。ね。いろいろ葉っぱとかもやるといろんな色出て面白いっていう。うんうん。そう、怒られるんだけど、うん、まあいいんですよ ね、いいんですよね、楽しいもんね、楽しい。あとさ、まあ、草花は遊ぶじゃないですか、そうやっていろいろ
タンポポのさ茎とかもさこうさあこうあのさ咲いてプリプリってなるやつ、水にさ浸っとさ、うん、くるってなるやつでしょ。それでなんかさあの棒をさ拾ってきて中に棒を通してこうくる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 とか ねやるよね。私あれでこうシャボン玉できたのかなとかやらない。シャボン玉やってたやってたそうだよね、ストロー代わりだよね。あのタンポポの感じも好きだな、うんうん、かわいいよね。そうだね、植物でよく遊んでた ね、まあ、よくそこらにある、そこらにあるからさ勝手に使っていい。あと貧乏草ってさ、貧乏草、姫女王、ペンペン草じゃなくて姫女王、ハルジオン、なんかハルジオン、ハルジオン、あれとかのさ、ここの花のところをこうやってなんか飛ばさなかった。あ、それはやった。あれハルジオン、つまりペンペン草じゃない。あれイコあれじゃあ私あれはなんだろう、貧乏草ってさ、貧乏草っていうあれじゃあ地域によって言ってるのが違うかな。多分全部一緒やな。あれなんかこうなんかさギザ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 っていうかなんか四角っぽい葉っぱが、そう、あそれはさ、それはさお花が一番上にあるやつ。あれうん、ギザギザ、あれどうだろう、なんか違うか、植物図鑑がどこにあるそろそろその辺に自生してくるよね。あ、ゆみこちゃん、ね、こんにちは。この間ありがとうございました。そうね、あと、ね、あの大箱で相撲。あ、大箱相撲するするする。そうだよね。あれをさ相撲っていう。相撲っていう。誰が一番強いかみたいな、ね、そうそう勝ち残っていく感じとか最高だよね。やるよね、やるよね、やるやるやる。そうだね、こう、うん、あったかくなってくるとどんどんそれがどんどんいろんな草が出てくるから。うん、あちょっと楽しみ、そこめちゃめちゃ大箱入るからやろう、ね、やろうやろう。チャンピオン大箱決めよ う, そ う, そうね、あとトンボのミルクって。何トンボのミルク、なんかさあれもさあの草の名称が分かんない、なんか地べたに生えてる葉っぱで、うん、ちぎるとさ白い液が出るやつ、うん、あれトンボのミルクって言いませんでした。別になんかトンボがね好んで飲んでる気はしないんだけど、でもあのもでタンポポとかも白出るじゃん。なんかねトンボのミルクの草はあれはなんだろう。だ白が出る草結構、あの、うん、西洋タンポポじゃん、日本タンポポ、タンポポも出るんだけ ど, けどなんかそのペタッとした地べたに生えてるやつをトンボのミルク、それ初めて聞いた。あとあれかなんだっけ、あのさ雑草でさ家に生えてると結構広がるから困るやつ、カタバミとか、カタバミの、うんうんうん、あの種がパンってなるじゃん、うん、あれとかも遊ぶよね。あ種でね、種で種とね、うん、まあ、ね、タンポポの綿毛とかもさ、綿毛も、ね、あるけど耳に入ったらそうだ、ね、ツンボになるって、そうすごい怖かったよね、うん、たよね、恐怖だよね、どうしよう、どうしようみたいな、今入っちゃったかも、ね、そう耳からタンポポが入ってくるんじゃないかとかさあ、いろいろそういうのあるよね。スイカの種飲んじゃったら、そう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 、なんかおへそから生えたらどうしよう。スイカ人間になるんじゃないかとかさ、本当にさ、子供ってね。そう、志村けんの怖かったもんな。なんかスイカ人間になるやつ。あったあった。あれとかもすごい怖い。怖くてさ。怖い。恐怖だよね。ね、うん、楽しいとこは2回寄ってます。うん、そうですね、きっと、うん、そっか、そこに面白みを感じるか感じないかで、うん、そうですよね確かにそう、なるほどな、うん、お花とか植物とか、うん、あとまあ私は海が近いからやっぱり海で遊んでるから、いやそれが本当そう羨ましいと思った。イソギンチャクとかをさ、いいな、私押しまくって、絶対楽しい。で岩場だけども平気で走り回って、うん、そうだよね。なんか私あの磯をずっと見てるの本当好きだったから、大洗もさサンビーチの方だとさないじゃないですか、ね、岩場が、うん、つまんなくて、だからあの普通あの大洗海岸あの水族館寄りの方に、ね、見るとちょっとね、そうそう、だからあっちに行きたいって。ここにおいでよ、もうこっちはもう、そうそうそう、驚きの岩場だよ。そうだよね、本当だよね。しかもあのね、うん、白亜紀の、ね、岩場ですから、なんなら遺跡も出ちゃうかもみたいな。ね、いや楽
しいね。あのだから岩場でずっとはしゃがんでさ観察してるとさ、うん、最初はさなんかさ見えないな、何がいるとかあんまりよく見えない、うん、目が慣れてないし、でもずっと見てるとさすっごいいろんなものがいるって、いろんなものいるよ、ね、まずヤドカリがいっぱい動いてるでしょ。そうそうそう、であとちっちゃい魚がさ、うん、ピピピピピってなってさ、カニもいるし、うん、人でもいるし、うん、雨降らし出てくる、うん、ね、あれをさあの箱庭みたいなとこをずっと見てるのが、うん、デイソギンチャコっていろんな海藻が生えてて、うんうんうん、宇宙だよね、あれ楽しいし、うん、あそこあのさ岩のその吹き溜まりになってるのは本当、今日なんかも多分あったまってて、 あったかいお店になるのそうだろうね、そうあれで、あもうちょっとするとね、うんうん、春になったら潮干狩りシーズンで、うんうんうん、いや楽しいですよ。一日、ね、そううちばあちゃんが海苔を作ってたし、うんうん、それ海苔を取りに行ってる間、うんうん、一緒に行って、うんうん、海で何時間海にいたんだろう、だから一人で、そうか、でも超羨ましい、いいな。うちから実家からはねやっぱ遠いからね。そうだね、ちょっと海とは、そうだから海に行くってすごいもうワクワクする日だったんだけど、うん、そう日常海苔を作ってましたね、すごいね、おばあさんの海苔は美味しかったんですけど、もう今じゃどこでも食べれないわ、うんうんうん、自家製の、そう自家製、自家製の海苔なんてねなかなかちゃんと海苔を作る、その何、うんうん、こうなんあの紙をのすみたいな、海苔をのす、あのすごいね、すくすくやつね、それをやらせてもらった、うんうんうん、でもさうまくできないんだよ、こう片っぽにニャーって固まっちゃってバランス悪い、うんうんうん、でもおばあちゃんはすごいさ、こう均一に、そりゃそうだよね、なんでやってる、まあ、でもなんか別に、なんだろうね、どっかで一回そういうので働いたことがあるのかな、うんうんうん、ね、うんうん、あとはもう完全なる趣味と、あの家族用っていうか親戚用、だから休みの人が親戚中集まって、いとこもいっぱい来るし、うんうんうん、なんかさ、おばあさんが海苔を作ってる時って、でも春に、あったかい時期でしょ、うんうん、なんかすごい楽しい思い出なんだよね、海苔ってさどうやって作る、どうやって作るのみたいな、私も知らないよ。でもこう見てるとなんかその海苔、海苔の海藻の海藻が、ね、海苔を通ってきて、それをなんか煮る、うん、確か煮る。一回煮るんだ。でそれをとにかく叩くの、包丁、包丁で叩く、うん。そう、何回も返して叩く、うん。そのなんかリズムもまたいいんだよね。うん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 、でそれ私もよく知らんけど、うんうんうん、まあ煮て叩いて、うん、それをこう、うん、すいて、うんうん、こう。やっぱこのサイズ、海苔のサイズにしてすだれみたいなところに干していくの、うんうんうん、へえすごい、で乾いたらベベってして、へえすごい、作りたい海苔海苔作りたい、うん、いい匂いするし、うんうん、天日干しだからうん、なんか美味しかったんだよね。へえ海苔ってさやっぱり安い海苔とさいい海苔ってさ、うんね、全然味違うじゃないですか、うん、つい業務スーパーの安いねペラペラの海苔、そうだよね、海苔意外とするしね、そうそうそう、あとね今ね東京湾の海苔が少なくなっちゃってる、うん、あそうなんだ、生えないってこととか、あのね黒鯛が食べちゃうんだって、へえ、養殖してるところに海苔がね、うん、来るんだ、そこに、うん、前の日はいっぱいあったのに、うん、翌日行ったら、うん、ない泥棒が、なんだと思ったらあいつが食べた泥棒、猫、黒鯛も増えちゃってるんだ、何かで、あとまあ海流が変わったりとか、ね、だから海苔がこれから高騰するんじゃないかって言ってた、江戸前海苔がねなくなるかもって言ってた、海苔作れた方がいいんじゃないですかこれから海苔、海苔で、海苔で内職として海苔をで行商に行くの、なんか地蔵網とかいうなんか焼き芋つけてね海苔やいいかも、ね、楽しそうじゃない、なんかでもね、まあ、ね、すごい作業としては楽しかった、ね、楽しそう、まあ、大変だったんだけ ど、大変なんだろうけど、ね、私はとてもそれを見るのが好きだったし、でもあれはなんか本当工作の感じじゃん、うんうんうん、そういう工程とか、そうだよね、そういうのは好きなんだね昔からね、そうだね好きだね、うん、何の話でした、あの髪をすくのもさ子供の頃すごい憧れてさ、うん、やってみたいなってね思ってたんだけどね、牛乳パックとかで ね、なんかそうそうそう、ね、なんかねやった気がする自分で、それもこ
いろいろね、いろんなこうゴミみたいなのが入ってさ、でも綺麗じゃない？綺麗。あれもなんかちょっとマーブリングのその感じにこう出て、色つけたりとかしてさ、そうそうそう、噛みつくの楽しいよね。楽しい。私多分作ったやつがまだ未だにどっかにあるもん。私もなんかどっかにあるかも。おしばなとかね。ああ、いいね。ね、いいよね。おしばなでなんかしおりとか作るのもなんかハマってたもん。うん、なんかこうあれですね、話の内容がちょっと陰キャな感じがするよね。陽キャはほら外で遊ぶじゃない。そうだね、そうだ、外には出ないでない。外に行ってもなんかそう困る。だから家の中で研究してたいんだろうね、うん、そういうことをね、なんかちまちまやってるで、そう作って作業してよしみたいな。そうね、こうみんなでサッカーとかするやつじゃないんだよな。そうだね、私はもう全くっていうか、なんか子供もねあんまりいなかったから、うちの近所が、うんうん、いたところで多分やってないんだけど、もう鬼ごっことかも嫌だし、嫌だっていうか別にまあ面白いんだけど、でも足遅いしね、ちょっとね、うん、疲れちゃうし、自分が鬼になっちゃうと、うん、人にタッチできないんだよね、なんか悪い気がして気を使う。そうね、それすごい嫌だった。まああと体がちっちゃかったから、ね、うん、やっぱ大きい子にはかな、逃げられたかなないしとか、うん、そうだよね、そういう遊びよりは、うん、楽しいよね、一人の自分の世界の方が楽しいよね。スーッとだからみんなでやってても、ね、うんうん、鬼じゃない時だったら別にフリーじゃん、うんうん、そうそうそう、スーッとスーッといなくなって、スーッと、ね、葉っぱとか集めてんの。あと隠れてずっと、ね、あ、そうだよね、なんかそう、あの隠れんぼは好きだったな、うん、隠れてる、私すごい隠れんの得意すぎて、うん、最後見つけてもらえないっていうのは何度もある。そうだよね、みんな、まあ、いないけどいっかみたいな感じで、そうそうそう、もう終わってんの。あるよね、あるある。そうなんだよね、あんまりね得意じゃないね、そういう、うん、そう、隠れんぼね。なんかよくよく考えると本当人からこう離れようとする。そうだよね、そうなんだよ、そう、ね、一人が結構好きだったっていうのもあるかな。うんうん、全然何の国な、うん、ない一人で図書室とかやたら行ってたし、うんうん、そうね、うん、すごい暗い人たちの話になってきたね。地蔵み暗かった説みたいな。いや暗いんだけど、暗い、まあ寝暗なのか、でも寝垢だと思うんだけど、うん、まあ、なんか、うん、言ってることがそのよくある感じで仕分けされると。そうだね、なんか、うん、大人数で遊ぶよりは、そう、大人数で遊ぶのは、うん、ちょっと苦手でした ね少人数、少人数もしくは一人、うん、そう、もしくは一人、一人の世界とか、あとなんかこう、私は先生とかも保健の先生が何かこう、うん、手芸が得意だったから、うんうん、それでなんか話聞きに行きたいし、そう、そういうので保健室にやって、なんかすごいなんか病んでる子みたいななっちゃうけど、保健室にやたらいる子に、遊びに行ってとか、私そこでなんかあんまり大人の手を借りたりとかは、手を借りるっていうか話を聞きに行ったりとかはなんかしなかったかもな。そうか、でもいいね、でもそうやって教えてくれる人がいるの、うん、私その大人に取り入るのが好き、うんうん、いや優しいからさ、うんうんうん、いろいろ教えてくれるし、うんうん、まあなんとなしにいてもさ、うん、邪魔にもされず、うんうんうん、あと図書室、ね、うんうん、図書室の先生とかも、うんうん、あの好きにしてていいよって、本読んで静かにしてるからね、うんうん、騒いじゃダメだけど、うんうん、とか、うん、でそっからちょっと先生の話ちょっと聞くのも好きだったし、うんうん、中学の時は中学の理科の先生の理科準備室が大好きで、うん、でそこに行くと先生が、うん、これ聞いてみるかとか言ってカセットテープ貸してくれて、とかそこでいろんな音楽知ったし、ローリングストーンズもさ、すごいね。そうか、またそこの部屋がとっても良かったんだよね、うんうんうん、古い建築のいい学校だったんだけど、うんうん、今変わっちゃったな、いいな、面白いね、その部屋はすごい良かった、理科準備室、ま、手伝いに行ってるふりして遊んでてただでも先生が一回やっぱ蛇を、蛇、うん、なんかバイクで来る先生で、うんうん、肛門バーって来るの、うんうん、
ロードバイクみたいなので通学、うんうん、通勤してて、うんうんうん、なんか一回さ、なんか紐みたいに持ってると思ったら、蛇捕まえてきたぞってバイクで来んの、もう迷惑じゃない。で、さらにそれを理科室に連れ込んだら、うんうん、なんか逃げちゃったけど、この部屋のどっかにいるからっていう、もうそんなこと言わないでよってみんなパニックになる。ワイルドです、ね、ワイルド、ね、ワイルド。あとなんかあの調理室のガスボンベをちょっとプシュッと出して、うんうん、ボッて火つけるライターで火つけるとか、今やったらすげえ問題になりそうなことをやる先生だった、うん、まあ一応理科のなんかなんかこう理論を唱えながらなんかやってたけど、ダメでしょ。そうですね、そういう先生だった。でもなんかさ、そういうちょっとダメな先生とかいっぱいいましたよね、うん、ね、うん、ね、すごく面白くて私好きだ、うん、理科の危ないよね、危ないよね。そう考えてみるとさ、その当時の先生いくつだったんだろうとかさ考えるとさ、そう、でもさ、意外と若いの。そうだね、若いよね。なんかまだ実は20代だったとか、そうだよね、20代か30手前の前半とかの、そうそう、若いのよ。そう、でもその当時の先生って、うん、なんかね、子供からしたらさ、すごい大人じゃん。そう、大人だし、うん、見た目もえって感じの、なんかちょっと、ね、ヤクザみたいな先生もいっぱい、私なんか色眼鏡みたいなのかけてる先生いたし、ね、あれで20代だったって。ちょうどね、娘が小学校、うん、こっちに転校してきた、うんうんうん、そう、教頭先生になっていて、あ、へー、すごいすごい、わっ、佐藤先生だ。あの眼鏡まだ持ってるんですかみたいな。で、話よくよく聞いてたら、あの当時まだ29だったとか言って、なんかそうだよね、でも絶対そういうことなんだよなって、うん、ね、意外と若い先生、若いよね、うん、すごい本当に大人に、男の人も女の人もね、大人に見えたよね、うん、うん、し、その年齢よりも上な感じがしましたよね。何の話だっけね。昔話。そう、昔話。ザーメン昔話。昔話になりましたね。昔、いや、なんだかんだで1時に。あ、本当だ。うん。ああ、美味しい。春ですね。春のフルーツ、これ。ピーチ&アセロラブレンドだって。アセロラも春なんですかね、うん、ね、ね、アセロラって、桜も、アセロラってさ、なんか突然出てきませんでした、うん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 、出てきた。アセロラドリンクとともにさ、それまで知らないよね、アセロラって。新しい、あの当時の話ですけど、新しかったですよね。新しいし、うん、あのそのアセロラ の、うん、その浸透仕方ってすごいあれだ。なんかみんなさ、ね、ね、多分絶対アセロラって何って思いつつも、なんか結構こうスーッと入っても、市民権を得てる感じじゃん。でもアセロラ本体って食べたことあります？なんか、ま、丸い、なんかそ、丸い赤いのは知ってるけど、あるけどなんかある、私も1回ぐらいはあるけど、そんな別にアセロラ買いに行こうみたいなことには絶対ならないし、ね、あれ自体はそんなにさ、だから正直すごいうまいわけじゃないっていうか、うん、あのドリンクになってるからいいっていうわけで、なんかビタミンの含有量がどうのこうのとか、なんかさ、レモンの何倍みたいな、そう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 。なんかそういう、本当かどうか知らないけど、そういう歌い物で、あの、あれさ、大体さ、レモンの何倍って、だからレモンがさ、そのビタミンの代名詞になってるのがそもそも間違いなんじゃないかっていうさ、レモンが少ないっていうことだよね。ね、うん、だと思うんだよね。でもあんまりね、アセロラ単体で買うこととかもない。そんな売ってもないしね。需要ないよね。需要ないよね。っていうか、だからそのまんま食べるとやっぱ酸っぱいすぎちゃうのかな。私アセロラ毎日食べてますけどって人いたら。ね、あれもだから、まあ健康ブームの一種的な感じなんですかね、うん、アセロラ。多分これでしょ。そう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 、このこれ。これあってさ、アセロラドリンクとさ、あれガムとかもあったっけ。あった気がする。ガムあった気がするよね。あった、あったよね。でもそれが本当にアセロラの味なのかわからない。アセロラを知らなくて、うん、いきなりアセロラのドリンクから入ってきたから、うん、なんとなくはこういう味なんだみたいなさ、うん、ふわっとしてんだけど。そうだよ、アセロラなんて知らないよ。アセロラって一体
ね。謎の。これでも美味しい。美味しいね。確かに後味がアセロラ感ちょっとあるもんね、うん、でもそれが本当のアセロラかどうかは分からないっていう分かんないけど私たちが想像するアセロラの味がするよね。アセロラなんかアセロラ気になり気になってきて、アセロラとは何ぞやみたいな、あの原産国はどこな。私この間ねふとしたことで健康ブームの論文みたいなのをちょっと読んじゃったんですよ。で、それがすっごい面白いんだけどさ、途中寝落ちしちゃってまだね、いまだに全部読めてないんだけど、うん、なんでそれを見てたかって、その、大正時代とか昭和の時代、昭和初期って、やたらなんか、美容の成分にホルモンとか、うんうん、なんかオバホルモンとかね、なんかいろいろその飲む薬でもホルモン剤とかがやたら広告に出てくるんですけど、これにもあるかなどっかに。でなんかそのなんでこのホルモンがすごい流行ってたのかなと思って、うんうん、やたらね広告でもあるから、でそれを調べたくてホルモン流行とかさ、ホルモンなんかこう昭和とかいろいろ調べたんだけど、うん、あんまり出てこない中その謎の論文みたいなのが出てきて、あこれもあこれもなんか謎のマイスキン、そうなんかねまあいろいろその成分にホルモンって入れるのが、まあ、当時やっぱり流行ってて、うんうん、ホルモンブームが来てて、ホルモンブームやばいブームだよね。でその健康ブームのやつでホルモンと、ね、あとなんだっけな、なんかいろいろそのやっぱり江戸時代ぐらいから、あ健康ブームっていうのはそもそもあの意外と新しいというか、うん、健康って言葉が明治以降の言葉なんですよ。えそうなんだ。そう江戸期にはないんだ。ないんですよ健康っていう。とかあなんかねその、ま、体にいいみたいな表現をする違う言葉はあったかもしれないけど、うんうん、誰が作ったんだっけ、あれ福沢諭吉とかじゃないのかな、なんかわかんない健康かどうなんかね、福沢諭吉かどうかもちょっと今すごい曖昧な話ですけど、でもなんか今あのすごいそれっぽい日本で結構当たり前に使ってる、それこそその健康だったり、うんうん、あとなんだろうな、なんか当たり前に使ってる言葉が実はその言葉自体がもともとなくって、確か福沢諭吉だった気がするんだけど、うんうん、がその海外からその概念とともに訳して入れた言葉っていうのがたくさんあって、うん、そうだからその健康っていう言葉はなかったから、健康ブーム自体は新しいんだけれども、その江戸とか、まあ、そのもっと昔からまあまじないみたいなこととかはいろいろあったり、うんうんうん、その江戸時代もすごい薬が流行ったりとか、うん、あるわけですよその時代によって。でそういう歴史がねすごい面白くてね、あれかなちょっと今パッとその私が読んでた論文のあれが出てこない、なんかねあのすごいまとまらない、私何の話をしようとしたのかもう分かんなくなってるんですけどその健康ブーム、健康っていう言葉がなかったのもなんか衝撃だったし、いろんなものが流行ってるのが面白いなと思って、うん、その東洋医学のさ考え方とか、あとまあ西洋医学も入ってきて、でそこにさらにそのオカルトっぽい要素っていうか、うんうんうん、そのまじないみたいなのも入ってくるところが健康ブームって面白いよね、うん、なんかそのまじない的要素がなんか、うん、いいスパイスというか、それがあることによってなんかこう流行になっていくのかなって気がする。そうそうそう、ね、なんかあの怪しいさ民間療法っていっぱいあるじゃないですか、うん、そういうのも結構もうまじないの域だもんね、うん、なんかでもなんかそういうのがあった方がそうそうそう、なんかそういう暗示にかかるというか、そうそうハードルが高い方が効くとか、例えばだから陰陽療法とかさ、ああいうのがさ、あそうね、きっとやべえなってやつ、ね、やべえなってっていう感じの方が、でももしかして逆に効くんじゃんみたいな、っていうかそこまでやったんだから効かないなんてありえないよねみたいなさ、なんかそういう気持ちにさきっとさ効かないなんて許せないじゃないですか許せないよねそこまでしたのに。あ、健康ブームの社会心理史戦前編っていう、うん、津田正人さんっていう人のやつがねなんかね面白かったんだよね。あ、そう、すでに古代社会においても
道教とか神仙系、あの神様に仙人の仙って書いての医学をよりどころに不老長寿を目的とした各種の健康法がもてはやされていた。日本書紀にもなんかそういう、すげえ遡ったな、そうそうそう、時軸の家具の好みってなんかそういう食べ物とか、うん、竹取物語の不死薬、死なない薬の他に、うんうん、平安時代はクコだ、クコの実が不老長寿の秘薬として重宝されて、うん、あとね、すでにその時にロイヤルゼリーが、へー、あのロシアの論に、つゆに、うん、蜂にふさって書いてロイヤルゼリー、まあ蜂ね、うん、が精力剤とかね、いろいろそういうブームがあって、で健康ブームがその流行ったのもやっぱりその階級とか江戸時代になってやっぱり平和になったことで、うんうん、一般市民もそれまではなんか日々さ食っていくのに必死だから、うんうん、健康がどうのなんて余裕はなかったけどある程度生活ができるようになってきてから、うん、より長く生きたいとか、うん、あと家を守りたいっていうのが、うん、その家の存続、その証人とかも出てくるからさ、うんうん、その私が気づいたのを息子にみたいなのが、うん、強くなってきて、その願掛けじゃないけど、うん、健康にすがるみたいな文化があったみたい、その家の没落に対する恐怖があったとか、うん、あと流行り病もさいっぱい出てきたし、うんうん、で病院がなかったから江戸時代とかって、うん、その見てくれる先生もいなかったし、うん、だからそういう民間薬で富山の薬売りとかがすごい売れたりとか、なんかねすごい面白かった。その薬売り以外にもなんかあのなんだろう、いろいろ工場でなんか薬を売る違うあのヤシの人たちとか、なんかガマの油とかそれじゃねえ、そうガマの油多分ヤシの類、ね、そうそうそう、あれはヤシの類なのかなって、うんうん、なんかね享保11年頃江戸町中の評判となった駒を回して歯磨きや歯薬を売る人とか大道芸人とかね、なんかいろんな人がいたみたいなんだよね。あと居合抜きを見せながら売約を行う江戸の長井平助とかね、なんかそういう怪しいヤシの皆さんがいっぱいいたみたいで有名な、まあ、ちょっとしたエンターテインメント、ね、そうそう、エンタメプラス薬を売ってくれるみたいな、うん、謎の聞くんだ聞かねえんだか分かんない、いい商売だななんかそうヤシって言葉は知ってたけど、そういう人たちのことなんだと思ってちょっとねなんかね、なんかすごい、ね、面白いんですよ。そのでトゲ抜き地蔵とかが流行るのも、うん、なんかやっぱり それぐらい江戸ぐらいの時代らしいですよ。そういうっていうなんか謎の健康ブームの話に、ね、なんでその話、あアセロラからだそうかアセロラから、ね、まあでもねやっぱね健康ブームあるよね。そうだよね、やっぱ健康第一、うんうん、なんかね、神社とか行ってもそういうことを願っちゃったりするじゃない。そう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 ね、そうだよね、うん、やっぱ生きていく上では、うん、生きていく上では健康、うん、健康、うん、でもまあ健康ブームってもずっといろんなものが何かしらあるもんね、あるもんね。で今もさだからさテレビでやったら売り切れるとかいまだにあるもんね、うん、あるある。なんかねダイエットにこれが効くそうね、なんかリンゴダイエットとかそう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 あるよね、うん、そうだよね。そうだから日本人は本当にそういうのが好きなんじゃないかみたいなことも書いてあった。好きだよね、好きだよね。中国人もそういうの好きだよね。あ、そうかそうか、そっちの方が好きそうなんか、あ、そうかもね、なんかすごいんだよって言ったら、うんうん、そこに殺到するイメージ確かにね、うん、演技担ぎみたいなノリもちょっとあるよね。そういうのもきっとあると思うし、うんまあ、いいって言われたならいいのかなみたいな。あ、そうそうそう、うん、誰々がいいって言ってたから、あとなんかちょっと試してみたいなみたいな気持ちにもなるし、そうだね、なんだろう、なんか健康にこれ健康いいらしいよってデマをなんか怪しい、怪しい。あとはこれが効くって言ってなんかね
今だったらあれだよね、コロナ、うんうん、まあでももうコロナはそんなにみんな気にしてないのかもしれないけど、でもね、一応これは、うん、ね、まだね聞くよとか言って、うん、でもさ、本当にでもそういう怪しいことをさ、あのやってる人たちもいるじゃないですか、うん、あのチャゲ&アスカのアスカさんとか今なんかちょっと前ですけど、なんかね、アスカさんもなんかね、いろいろあれ感じになってるみたいですよね。なんかすごい今トラブルになってるらしいですよね。なんかね、チャゲさん元気、ね、ちょっといろいろだからそういう人もいるからね。だから今もヤシですよね。そうだよね。なんなんそんなことしなくても、ね、よかったいろいろあったんでしょうね、なんでそこに行ったかなってなるよ ね、 首が痛い、なんか本当に雑談、雑談、超雑談、超雑談ですね。いやなさ、全然本当どうでもいい話するんだけど、うん、朝私あの新聞のね、うん、あの読者投稿の人生相談っていうところをなんとなくお茶飲みながらそこをこう見るのが好きなの、うん、今日ねいい話だった、うん、いい話っていうか、もう70代の主婦です、うん、まあ夫と、まあ、長年連れ添って、うんうん、でも私は夫の役に立っていないような気がしますことを言ってて、でまあなんだろう、旦那さんはでも、うん、なんかすごくあの俺たちは仲いい、うんうん、後取り夫婦だねみたいなことをよく言ってくれたりするんだけど、うんうん、なんか奥さんは自信がないというか、うんうん、で旦那さんは定年退職してから、うん、あのご飯を毎晩作ってくれるって言って、うんうんうん、で私はあの簡単な掃除とかぐらいしか、うんうん、掃除洗濯ぐらいしかしていませんっていうの、うんうんうん、まあそれをあの答えてる人が、うん、なんかごちそうさまって気分で見ましたって言ってなんて幸せな、うん、あの生活じゃないですか、うんうん、あの多分もう旦那さんはあなたという存在だけで、うん、もう生きていてくれて嬉しい、うん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 、それ一緒にいてくれて嬉しいって思ってる、うんうんうん、であの多分食事も作るのは旦那さんは好きでやってるんだし、うんうん、今まであの働いててできなかったことだから、うんうん、そうだよね、終わったら俺が作るぞと思ってやってくれてて、うん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 、そんな幸せこそないじゃないですか。で、あの、ね、あなたに大事なことは、うん、あの健康に生きることですって思ってて、そうだよね、本当に本当にそう健康にあの、ね、お二人ね連れ添って長生きしてくださいって話になって、本当だよね、でその何役に立たないと思ってるのはそれはもう見当違いだから、うん、存在だけでいいんですよって書いてあってさ、そう役に立つか立たないかって本人が決めることだから、うん、ね、物の価値とかもそうじゃないですか、ね、でも私結構、ね、そういう考えをしちゃいがちな、あそうかそうか、うん、あの私全くなんか役に立ってないなって思っちゃう、なんか私の存在意義ってなんだろうって、役に立つことイコール存在価値なのかなみたいな、ね、こう思考があって、なんかこれはどうやらある、うんうんうん、アダルトチルドレンの考えに近いらしいんですけどあ何か役に立つことをしなきゃいけないなんかしなきゃ脅迫観念みたいな、ね、そういうのが私もあるから、うん、なんかただ生きてるだけでなんかいいんでしょうかみたいなことを書いてて、まあ、その奥さんの気持ちもわかるし、ね、うんうん、あと奥さん何言ってんだよっていう、うんうんうん、全然あの旦那さんも幸せなんだしいいじゃんっていう、それもわかるんだけど、なんかそれ思った、まあ人の役に立とうとはしちゃうのかもしれん、そういうもんですよね、うん、きっと。だから なんでしょうね、なるべく人に迷惑をかけないように、うん、全部自分でさ背負い込もうとするのも、うん、そういう気持ちじゃないですか、まあね、それもそうだね、そうそうそう、うん、本当はそんな背負い込まなくても、ね、いいんでしょうね、助けてくれる人がいっぱいいて、その助けることがその人の喜びであったりもするわけですよね、うんね、あなんかいい話じゃないですか、健康の話とつなげてでも今日読んでてはなんでも本当に、ね、めっちゃいいなと思って、うん、そう、まあ、でも本当健康にね生きてくって大事ですよね、じゃあね、大事ですよね私さ、そのモンスターで今頭がいっぱいだからさもうさ殺されちゃったらさおしまいじゃないですか、うん、でなんかあのあいつにもこんな未来があったはずなのに殺されてみたいなさ、うんうんうん、人とかが出てくるからさ、うん、あもう、まあ、日々を生き延びることがなんて大事なんだろうみたいなさ、うん、そうね、まあ、気持ちにさ、うん、なるわけよ、ただ生きてるだけですごいことなんだからね、そうそうそう、本当にね、だから
ね、事故でも何でも巻き込まれてさ、うん、不意にねこの世を去ることだってあり得るわけで、うん、そうだよ、いつなのに、ね、私最近怒ってるっていうか、うんうん、みんな怒ってると思うけどさ、うんうん、最近ほらなんかあの強盗が流行りっていうか、うんうん、あのなんかルフィと言われるあれの犯罪組織が糸引いてる、うんうんうん、でこの間も福島いわき那古曽の、うんうんうん、まあ、お金持ちのおばあちゃんだったらしいけど、うんうんうん、殺されてやっぱこうそのでしかもなんかその金で、ね、そんなやつさルフィとかそういう名前つけないでほしいよね、本当にね、小田井一郎も迷惑だよと思って、迷惑だよなんかさ、うん、でもなんかその人たちも今フィリピンの収容所にいたりとかして、うんうん、あとなんか金なんかこうその何強盗したお金で何するかっていうと、うん、本当何こうカジノで遊ぶとか、うんうん、まあ豪遊してるだけなわけ、うん、そんな人様を不幸にしたそうだよね、あやめてまでお金で楽しいって何と思って、本当にね、もう早くなんかその考え方もわけわかんないし、うん、だからそれでお金を稼いだと思ってるっていうのがさ、そうそう嫌だと思って、うん、そうね、もうね、地獄に落ちてくださいと思ってる。そうだね。大体老人とかね、また人を騙すって時点で、うんうんうん、嫌だなと思って。そうね、うん。なんかさ、騙すにしてもさ、幸せな嘘もあるじゃないですか。うんね、だからまあそれもさ難しいところなんだけど、例えばまあさっきの話の中で健康食品とかもさ、うんうん、まあだからそれでそれを食べることとかでその人がなんか幸せな気持ちになったり、うん、これで長生きできるんだとか、それがたとえ嘘であってもそれで喜ぶんだったらなんかいいのかもしれないなとかはちょっと思うけど。うん、まあでもそういうところから搾取するのは良くないと思うけど、まあ、そうだ、まあそこか、それもそこで止まればいいけど、うん、結局そこで金を騙し取ってたり、うんうんうん、あとあとこうどん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 ね、そうだよね、つけ込むみたいになってきたらダメなことになるわけで、そうだよね、本当にね、私こうなんだろう、老人とか、うん、まあ、嫌なやつもいるけどさ、うんうんうん、やっぱこう長年生きてきた人たちとか、うんうんうん、あとまあ子供も動物もさ、うんうんうん、そういう人ところをさ痛めつけるのが本当に嫌いで、うん、あの他者に対する敬意がないのがさ、うん、なんだと思ってんだって、そんな、ね、殺してお金を奪うって、うん、ちょっとバカじゃないのと思っててそうだよね、うん、なんかさそんなので人生を棒に振ってさ、ずっとさ刑務所暮らしとかさ、うん、なんかさこの間さキャバクラの女の子たちが話しててなんかその女の子がさこう今その席についてるお客さんがあの刑務所帰りだっていう話 で、うん、でその人がもう人生のほとんどもう刑務所にずっといたみたいな、うんうんうん、でも入っちゃで入っちゃでみたいなさなんかすごい、でもそういう人って本当にいるんだなと思って、うん、繰り返してずっとね、ヤクザ多分まあそういう、そのそうそうそういう系の、そう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 、15年の刑を経て出てきたとか、なんかさでもそれってさなんか人生の一番いい時期をさずっとそこに塀の中にいるってさ、うん、もったいないよねって本当にね思うよね。でも多分なんだろうね、うん、そういう人生しかその人にはなかったのかもしれないし、うんうん、なんかどこでどういう風になってそうなったのか知らないけどね。うん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 、繰り返す人は繰り返すし、田代正史とかも繰り返す、まあね、最近また出てきたっていう、なんか何かで TikTok かなんかで見てまた入ってたんだと思ってそう入ってること自体知らなかったけど、ね、ま、今出またあの、ね、やっと出所しましたみたいなのが出てきて、まあ、っていうか出たことよりも入ってたんだと思ってそうそうそう、なんか本当にびっくりしたりするよね。あ、ダメだと思って、そうね、まあ、でも入り繰り返しちゃう人はやっぱでもそういう何かしらまあ薬物だったりまあその犯罪自体にちょっと中毒性がねあるのかもしれないよね。いやー、そういう世界にあまり触れずに生きてこれたことも幸せだなと思うよね。そうだね。なんか身近にさいるとさ、なんかそれが当たり前だと思っちゃう環境もさ世の中にあるわけじゃないですか。そうなの、本当あるよね。いや本当になんかそういうキャバクラのさ若い女の子たちとかとさ、あの場所にもよるんだけどさ、うん、やっぱり前に行ってたお店とかでもなんかずっと女の子が噛み合いながらも電話してるわけですよ、うんうん、で、あの
あいつそろそろ出てくるからさみたいな話とか、多分日常会話であるの、彼氏とかの、ね、話なんですよ、それが大体ね。なんかそうだね、そんなにはそういう今関わったことないな。そうだからなんか私も友達にはなかなかそういう彼氏が今捕まっててとかそういう話ってなかったから、うん、なんか遠い友達とかにもそんなにいないな。いないでしょ、私もいなかったから。そんな出てくるみたいな話、そうなんですよ。だからでもだからこの子たちにとってはそれが日常でありリアルな感じなんだなと思って、ね、そうなんかねちょっと衝撃というかまた、うんうん、ちょっとしたカルチャーショックだよね、ですよね。それはね、それをさ、ね、18、19の子たちがそういう話してたりとかさ。まあでもそういう世界線があるってことだもんね。そうそうそういう世界線があったり、でも実際あるもんね。そうだそうだ、そう、あとは何だろう、二十歳過ぎぐらいの子たちの子でさ、何かふとした時に何か子供がみたいな「ええー、みたいなさ「え9歳?」みたいな「えどういうこと?」みたいな「ちょっと待ってちょっと待って」みたいな、ちょっと計算がわからない。そうそうそう、ちょっとごめん、いくつでお産みになったんですかみたいなさ。でも本当中学生で産んでてとか、平安時代とかじゃん、そのなんか本当に12、ね、13でっていう、本当にでもいるからさ、いるんだね、話には聞くけどさ、ね、いるいるいる、全然いる。そっか、から意外と当たり前だったりするからさ、いや私の周りでは当たり前じゃなかったんだけどそこにいると当たり前だったりするから、そういう世界もあってとか思うと、なんかね、いろ、うん、そう、うん、自分の環境をありがたく思ったりすることもありますよね。いやどっちがいい悪いじゃないよ、まあね、もちろんね。そう、うん、ですよね。いろんな世界がありますよね。何の話なんだろうね。今日はもうそんな感じで、今日はそんな感じで幼少期からいろいろこう、そうですね、生き様について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 、健康に生きようっていう大事なことを話してます。大事なこと、大事かな。ね、そんな感じでもう1時間ぐらい、ね、そんな感じで、こんなところで暦の話でも久しぶりにしようかな、うん、すげえ殴りがいい。いいですね、でもね、2月になったでしょ、うん、っていうかまあ立春、うんうんうん、2月4日で立春を迎え、まあ、その前に節分の話も今日したし、うんうんうん、あのさ、うん、立春、まあね、春が経つと書くけど、うんうんうん、いよいよあの七十二候がめっちゃなんかこう暖かくなってくるんですよ。なんか春な感じが、ね、今現在いい、ね、立春の初候が、はい、春風氷を解く、春風氷を解く、春風って東風、うんうんうん、こっち、まあ、あ、こっち、こっちですね、うん、こっち、うん、まあそのなんか暖かい風、うんうんうん、東からの風がそうでこうだんだんこう氷を解く、解凍されてくるんだけどそうだんだんこのいてついた土地がどんどんこう、うんうん、柔らかくなってくる、でこう春の風が吹くっていうね、なんかなんとなく東っていうのにはそういうなんかイメージがあるのかなと思って、ちょっと春と東の、うんうん、でそのもうね来週2月9日からはね、うん、ウグイス鳴く、ウグイス、ホホケキョが出てくる、 そろそろ春告げ鳥が鳴き出して、うんうんうん、で、まあ、マスコ2月14日からぐらいからは、うんうん、魚、氷をいずる、凍ってた川とか湖が溶けて、うんうん、魚が出てくる、魚がすごいね、そうなんかこう生きる感じがどんどん、うんうんうん、なんか芽吹いてくる感じがすごいね。そうそうそう、でもう立春が終わるに9月の20日、19日か今年は、うんうん、雨水、雨水、雨水と書いて雨水ですね、うん、だからもう雪の時期は通り過ぎて、うんうん、まあ、つっても降るけど、うんうんうん、降ることもあるけど、まあ暖かい感じになって、で今度その雨水だから、うん、この土の章、潤い起こる、土がね、潤ってくるよ、でこう芽吹いてくるよ、だって今まで乾燥してたもんね、土ぼこりとかもすごいあったよね。でその次、霞、初めてたなびくですよ、春といえば春霞、うん、ちょっとこう空気がもやっとする、ね、うんうん、冬はね凛として、うんうん、シュッとね、すごく、まあ、あの空気が、景色はとてもよく見えるんだけど、だんだんその春っぽい、うん、揺らめきがね、そうそう、こうね、空気に多分潤いが生まれてくるんだよね、うんうん、きっとね、
で霞み始めてたなびく、でその次も草木芽生いずるだから、やっぱもう芽吹きいやなんか ね急にね春になったら、うん、言葉があったかげ、うん、なんかちょっとこう動いて感じが、ね、そう動めいてくる感じ。そして薄いの次は啓蟄だから、今度本当に牛とか、うんうんうん、冬眠してた人たち、人たちだって、そうね、いや人たちがね、方々がどんどん出てくる。そうだね、まずその草木がこうようようし始めてから生き物が、土もこう乾燥してたところがちょっとこう潤ってきて柔らかくなってみたいな。春って柔らかいんですね。そうです ね確かにね、風も柔らかくなる。そうだよね、まあぬかるんだりとかもするもんね。ぬかるみって感じがしますもんね。そうだね、うん、今まででもカチカチだったりね、するからね、固まってたのか、あと雪解けとかもそうだよね、うんうん、雪が溶けて土にこう浸透してみたいな、うんうん、あったかくなってくる。そうですね。こう地面が暖かくていいなと思って、ね、いいですね、面白い ね。でも啓蟄過ぎたら今度春分。はあ、そっか。春だ、春来ます。すごいね、まあ、あと1ヶ月ぐらいしたら、うんうん、そうですね、だいぶ春だし、うん、あともう今週末、うん、11日から水戸の偕楽園梅祭り始まるでしょ。そうかそうか、今年はだから3年ぶりにちゃんとお祭りとして、うんうん、梅祭り、そうそう、週末は何かしらイベントがこうあって、で梅娘は多分ずっといるんじゃないかな、あとなんか今年はやっぱりそうやって客を呼び込めるからか、あの JR のなんかどこどこから来る、なんか八王子から出発とか、直通偕楽園号みたいな、すごいね、うん、観光必死だね、そう、うん、いろいろ出てて、なんかいっぱいあったよ。偕楽園ね、あの2月はまだちょっと寒いけど、うんうんうん、3月の偕楽園、うんうん、ほんと綺麗だから、いいね、ぜひ、うん、あのマジ何この桃源郷みたいな世界だから、あのピンクと白とお花がわーって、うんうん、ね、でいい香りがして、うん、春だってなる、ぜひ見とえ、春で柔らかくなって夏に溶ける。確かに、確かに、ね、えまた今年の夏も暑いんですか ね去年超暑かったよね。暑かったよね、本当に本当に暑かったよね。すごい暑かったね。そう、そうだよな、そう、あんな、ね、こんなにあんなに寒かったのに、うん、こんな暑いしで、夏はあんなに暑かったのにこんな寒くなるし、ね、みたいな。でも四季があって、まあね、楽しいですけどね、まあ、四季のこう移ろいというもので、あと本当今いろんな春のお花が咲き出してるから、うんうんうん、ね、そういうのを見るだけでも、うん、そうですよね、花が咲くってすごいですよね、うん、そうですよね、うん、そう、春だってなまっちゃった。春ってこうやっぱ色が柔らかいよね、うん、山の色とか、これからどんどん山がこう、うんうん、私大好きなんだけど、ね、うんうん、フォワーンとしてウグイス餅みたいな山、うんうん、山の景色、いいですね、あの新緑の色と花の色とフォワーンと、ね、でちょっとこう桜の木とかでちょっとピンク混じってて、うんうん、綺麗ですよね。 でそれがどんどんこう緑が濃くなっていく様とかも好きなんだけど、そうだそうだね、いいですね、やっぱ色が混じってるところって綺麗だよね、綺麗、いろんな色がね、綺麗、そう、春の色好きだな、うんうん、はい、まあそんなでした、あ、終わらなくなっちゃう。じゃあ今日のお着物、はい、ぼーっとして、あ、またなんか違うの流れちゃった。ぼーっとしてるから、ちょっと待ってね、なんか違うミュージックが、なんか違うのがちょっとひっそり、よし、今日はぼーっとしててさ、本当にぼーっとしててさ、まあ、でも髪を最初にお下げにしたので、なんか可愛い感じかなって思って。でもさ、色合いは結構あのそうトーンは抑えめの、色数も少なめだね。そうです。実は黒赤だし。そうですそうです、うん、この着物の赤とね。ここを使うとこれだけど、これって恐竜の帯ですよ。あ、これ恐竜、そう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 、あの、ね、全然印象が違くなるもんだ。そう、結びをなんかさ、なんかどうなってさ、パタパタみたいな。あ、
畳んでこうパトッとしてる。ここに恐竜がいる。ちょっとだけね。ちょっとだけしちゃうんですけど。そうでもなんか基本的に赤黒な感じでまとめてて。感じで。いいですね。そう襟なんかドットとかでもよかったなって後からなんか最初にこれ起きちゃってから。うん、でもそうこれドットでもすごいまとまるけど、ね、これはこれでアクセントで可愛い。うん、何でもいいやと思って。ちょっとぼんやりして。ぼんやりしておりました。春ですね。今日青空めちゃめちゃ綺麗。私もぼんやりしてて、ね、もうあ今日は何でもいいよ。でなんか、まあ、この半襟が使いたかったっていうだけですね。可愛い帯の鳥が可愛い。これ鳥可愛いよね。ねバカみたいな鳥がいるんです。この子はまだ真面目な。普通の顔だけど、多分ここら辺の鳥が後ろにいるのがね、口開いてるからね。バカみたいなんだよね。よいしょ。そう、こいつね。そう、あーって顔してる。かわいい。もうね、もうすぐにボロボロの木なんですけど、かわいいですね。できてて、うん、なんか、初めただの紫を入れようと思ったら、あでもそのこれがね、出てきて、うん、あ、これぴったりじゃん。かわいい。こび上げにちょっと遊んでみました。結局好きな色でまとめたコーディネートです、うん、いやいいじゃないですか、まとまりよく。よいしょ。アラユキにロリータ感とか。あーねえ、そうそう、なんかね、なんかね、なんかねって。よし。次回が16日、ちょっと間が空きます、はい、16日の12時からの予定でございます。そうね、最近我々は行事ごとをすっ飛ばすっていう、あの、ね、あそうですね、節分もすっ飛ばし、うんうん、このバレンタインもすっ飛ばすので、うん、皆さんのバレンタインエピソード待ってます。あのキャバクラ女の子情報でさ、またあれなんだけどさ、セブンイレブンのガトーショコラに粉砂糖をまぶすと手作りっぽくなるからおすすめって言ってましたよ。それでもいいね。そう、あれセブンのガトーショコラに粉砂糖まぶすのがポイントなんだから。でもそうだよね。粉砂糖がこうあるだけでなんか急に手作り感があるじゃん。え、ちょっとないぞ、いい話聞いた。セブンのガトーショコラと粉砂糖がプレゼントにおすすめです。いい話聞きました、ありがとう。でもね、そんだけ手ちょっと手を加えてるんですから、まあ、ね、えら、ね、いよね。いいです。でも意外とそのさ、季節の行事を楽しんでるあたりが可愛いなと思った。そうそうそう。バレンタイン、ね、あ、そうか、今年はこの建国記念日が11日で土曜日で、そうだね、クソってうちの娘が言ってました。そうだ、ね、私もなんかこのね、こういう仕事しててあんま土日とかさ、うんうん、結局あれだけど、そう、なんか祝日が潰れるって、ね、本当だったらね、金土日とかね、そう、なんで土曜振り返って、どっか振り返ろよってすごい言ってました。土曜日だとね、ずれないからね、ずれない、土曜日はね、休みじゃないっていうこれなんだよね、うん、まあ楽しく、はい、じゃあバレンタインにはみんなセブンのガトーショコラに粉砂糖だよ。お役立ち情報でした、ね。じゃあなんかまあね、今日は暖かいけど、またまだまだ冬のね、気候は続いていくから気をつけようね。ね、本当ですね。はい、はい、じゃあでは今日はこんな感じで、いつもありがとうございます。またね。